ます。え、デブが連れてくる映画、大体デブ。あえてくれた、え、これ映ってる。これ映ってるのかな。今映ってるね。もう映ってるの。え、今なんて？あ、あのデブが連れてくる映画、大体デブっていう。ホイホイなんだね。ホイホイなんだね。ホイホイなんだね。全然全然。あ、来た。よかったよかったよかった。はい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 。ということでね、今日はちょっとこの4人で、はい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 、お送りしようと思ってるんで。よいしょー。タイトルコールだけいきますか。ということで恒例の、一番すげーのは、ホイホイだよ。はい、ちょっとリュウムさん久々の登場ですよね。せやーせやねー、で、あの、初登場で、来ちゃったねー、トーマさんが来てくれました、今日よろしくお願いします、はい、よいしょってことは、以上のメンバーでお送りしようと思ってるんで、イエーイ、いやいやいや、まあ、そこ、ノリティちょいちょいちょい、おー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 、今日も、今日もいます、今日もいるんだねー、今日もいるんだねー、いるんだねー、気づきすぎた、安定のソーマいるんだねー。トモさん、じゃあちょっと簡単なんか自己紹介だけ、うん、初めましてなんで、すいません、僕エアーで幹部補佐させてもらってます、沢城トーマです。ありがとう。トモさん、今日トモさん、あの、今日歌ってもらうことって可能ですか？いきなりカラオケしてもらうことって可能ですか？いきなり、いやでもいつものくれんの聞きたいな。なんかしかも今日なんか、あの、なんかもしかしたらトークテーマ困っちゃうかもしれないから、あの、ジャン負けでカラオケ歌うみたいな、やばすぎじゃあ、負けでカラオケ歌うみたいな、ちょっとそこ変えるんだよ、やらなきゃいけないんだけど、クルカも出てないんで、そう、ていうか、名前出てないですけどね。うん、じゃあちょっとトーマさん、ちょっと出てくれた記念にちょっとコメントなんか一個拾ってもらったら、うん、あ、嬉しいですけど、確かに、はい、なんか拾ってください、一個、とりあえず、なんかでもないな、ないな、うん、俺あったなぁ。どうぞ、じゃあ、リュウカさん、なんか拾ってください。クレンのラッソン聞きてぇってあるなぁ。あ、それが言いたかった、ね、ちょっとね、まあ、ジャンバケで誰が TOKIO 行くかね、ちょっとやりたいですね。なるほどね。え、ちなみに、お歌の自信の方はどうですか、リュウカさん。俺はね、歌で食ってっから、歌で食ってる、ミュージシャン、歌で食ってる、歌で食ってるから。で、今の聞いたことあんのはちゃんと聞いたことあるのは多分俺トーマさんの歌ぐらいかな。おー、トーマさん確かにめっちゃうまいんですよ。トーマめっちゃうまい、トーマ誰もが認めるんですね。トーマさん歌うまい、千尋さんのバーでよく歌うもんね。で、トーマとかめっちゃ歌いそうやのに意外と歌うもんな。ちょ、マジ恥ずかしがり屋なんで、はい、なんだお前、なるほどね、ヒゲ生やしてるやつで恥ずかしがり屋って歌とかマジで歌ったことないです、自分、はい、そうなんだ、マジかそうなの、歌って全然気が気じゃないね、お前。なんかシャンパンコールの曲もわけのわからん曲やん、あれ。なんだあれ、え、聞いたことない、あれ、あ、パーフェクトヒューマンやんか、今これやんけ、その前その前、なんかその前その前、意味わからん曲やったやん、ほら、もう答え出てるよ、ソーマン脱ぐだけ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 、ソーマンパフォーマーだからね。いや、でも今日ちょっとこれカラオケある、いや、カラオケできるんですか？できます。やばいな、いいね、カラオケありっすね、ちょっとね、困った時やるしかない、困った時やるしかないな、困ることないけど、別にカラオケの回でよくねっつって、で、これ持っていい？ちょっとお酒ね、ちょっと入れてもらって、じゃ、ほんまに申し訳ないのが、今日話すこと全然考えてこなかったっていう、うん、確かに、そうなんですよ、確かに、緊急すぎて、緊急、メンバーも全然ナイトチューブさん送ってへんから、もう俺以外の名前出てないっていうね。じゃ、俺、あれやな、はい、トーマのファーストキスの話聞きてぇなぁ。ありやな、ありやな、聞きたいなぁ。まあ普通になんかタコ、タ、タチュー、タチューの、うん、タチュー、タ、中学校っすか、中1かな、はい、はい、寿司寿司寝た、寿司寝た、寿司寝た、めっちゃ寿司、ナイス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 、ことぶきつかさか、ことぶきつかさか、さすが、ナイス、寿司なんだね、寿司なんだね。で、トーマさんのじゃあ、そのファーストキスの話続きなんですけど、あ、続きね、まあとりあえずベンチで、便器で、便器ではやばいね、いや、ベンチで、まあこう、一緒座ってて、まあ放課後、まあなんかね、ちょっと
なんか焼酎みたいな。あ、いいっすね。しかもなんかトーマさんっぽくてよかった。なんかそのなんかチューみたいな感じが。いいね。そのご飯とか食べれなくなるやつですよね。ああ。ね。いやじゃあそれなんで食べれるの？なんでご飯食べれるの？え？食欲とその発キスどう関係あるの？じゃあお腹いっぱいでさ、やっぱ発キスはやっぱさ、親の顔とかちょっと見れないじゃん。噛みすぎね。え、じゃあ、リュウさんどんな感じだったんですか？俺？ファーストキスみたいな。あー、俺ね、ファーストキスよりも先にね。まさか？いや、あるんだよ、ね、まさかと思うんですけど。実は即満ですか？ファーストキスより先に即満じゃないですか？先にね、まあ俺ちょっとさ、兄貴いるんだけど。リュウさんお兄ちゃんおったの？お兄ちゃんおったんすか？兄貴ね、兄貴、はい、兄貴そう、これ兄貴がいるんだけど兄貴ゆえに、なんかなんか呼び出されて、いきなり、来いよって、はい、来いよ、ガチマジで呼び方めっちゃ来いよ、渡部が来るみたい、来いよ、来いよ、で、はい、まあ二人きりになるじゃん、二人きり、したらなんか兄貴がいきなりなんか脱ぎ出して、え、でお前も脱げ、お前も脱げ、俺も脱ぐじゃん、したらいきなりチンチンとチンチンでチューみたいな、どうするんですか？いや、俺って思って、俺なんか唇よりもチンチンとチンチン先チューしちゃったみたいな。もうチンとチンで。そう、チンとチンで。そう、チンとチンで、チンチンなんだねー。マジでビビった。マジビビった。マジ兄貴ビビった。そう、だからなんか何なんだろうね、下のあの上の唇じゃなくて下のチンチンの唇のチューの感覚の方がね早いんだよね。すごいな。そう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 。びっくりしたマジで。今でもその感覚まだあるから、ね、まだね。いや、チンコとチンコくっつけて一生にちょっとあれがないかぐらいですよ、ね、なかなかないよ、なかなかないよ。え、これマジビビった。ソーマはどうやった？俺、うん、俺のでもまだチューしたことある？チューしたことあるの？いや、結構昔からっていうか生まれた時はヒゲだから、まあ、唇と唇が触れ合うっていうのはヒゲと唇触れ合っちゃってるから。女の子の唇とお前のヒゲが触れ合ってるだけやろ。ヒゲが先だから、まだ、またファーストキスは済ましないよ。ちゃんとした、え、ちゃんとした唇と唇やってることないやろ、まだない。なんやろ、したいかも。そうそう、ちょっとキス顔見した方がいいんちゃう？じゃあちょっとリュウカさんお願いしていいっすか？ちょっと、いや、いいよ、お願いしてね。いや、そうそう、ちょっとキス顔見した方がいいんちゃう？やっぱそっちなんだね。キス顔見した方がいいんちゃう？もうええやろ、俺のそのキス顔。ちょっとソーマドアップでちょっとお願いしていいっすか？いや、マジで、ちょっとソーマキス顔ちょっとやった方がいいと思う。ソーマキス顔どうだ？ほんとにマジできつい。じゃあお前隠れんな、隠れんな。カラオケもきついし。じゃあちょっとソーマ勘認し、召し上げて、召し上げて、三三三三三一一キャップ。何しようお前？すいませんでした。何しようね、こういうとこはね、ずっとね、万年間ボサっすよ。おもろいね。俺は好きだよ。俺は好きだよ。もうマジ悪役やめろ。悲しいわ、悲しいわ。見たくないじゃん、誰も。でも爆笑してくれてるからね、見てくれてる人は。爆笑なの？よかったよかったよかった。全然爆笑してないけど。いや、爆笑してないけど。やばそう。やばそう、キリス。やっと。よかった。よかった、みんな優しい。優しかったの、今日の人。もっとイケイケでいかんかい言われてるよ。すいません。それはね、やばいね。ヒゲ1本20秒。ヒゲ1本20秒。全然売れな。ちょっと安売りしすぎちゃう。さすがにちょっと安売りちゃう。もやしみたいな。1本20円なん高すぎやろ、逆に。いやでもなんかほんまにすごいね、みんななんだかんだで。そうもまあよく分からなかったけど。逆にどうなん、クレンのさ、なんかファーストキスみたいなやっぱ聞きたいよね。あ、なんか早いって言われるんですけど、小学校の時多分6年生かな、なんかそのキスしたと同時にもう終わったんですよ、その童貞も。あー、もうキスの流れのままね。小学校で、はい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 、地元のなんか2個上ぐらいの地元で有名なヤリマンリナちゃんとって、おお、リナちゃんね。そのリナちゃんなんか小学校なんか俺見に来てたんですよ、よく。なんか面白い子いるみたいな、かっこいい子いるなみたいな、見に来てて仲良くなるじゃないですか。でリナちゃんの家行ったらなんか触られて立つじゃないですか。でキスより先に俺おっぱい舐めたから。あ、じゃあ、あれなんだね、唇よりも先に乳首の感触をね、感じちゃったんだね。ディナちゃんなんかしっかりしてみると、ちょっといい感じのムッチムッチリな、典型的なヤリマンタイプやったね。なんか良かったっすね。でもなんか俺も似てるわ、ちょっと。まああのね、下のキスはそうだったんだけどさ、俺、まあファーストキスではないんだけど、3人目ぐらいの、まあ3人目ぐらいの時に、まあなんかすげえその当時、なんかまあすごい好きだった女がいて、はい、でなんか その子とちょっといい感じになってて、うん、
で確か放課後のもうトーマみたいな感じでさ、なんか公園だったと思うんだけど、まあ、ベンチ、ね、ベンチ座ってさ、はい、中1だな、中1だったんだけど、まあなんかすごいなんかちょイチャイチャしてたの、はい、そのキスよりも先に楽しいですね。でなんかもういざそういう空気になって、うん、でも俺もすげえ興奮してたのもあって、はい、まあ、キスしたんだけど、うん、キスした瞬間、俺射精しちゃって、マジで、マジで、ビビってた。そうマジでやべえっつって、真っ昼間の公園で俺ドピューやっちゃって、触ってもないのに、触ってもないのに、すげえ。やはりあのやっぱ中学生のこの感じが、キスしたからドクッドクッ、いやそう、やべえ、あの俺出てると思って、ノーハンドで出てるじゃん、この感じだと思って、そう、今絶対できねえ、今絶対ないけど、その時はまあすごい好きだったし、まあそれぐらいなんか興奮してたっていうか、あったね。俺もなんか一時期そのやる前、そのリナちゃんに童貞取られる前、なんかあの本番をやることにすごい恐怖があって、なかなか手踏み込めないみたいな、だから手間ばっかしてた一時期。ほんまに手間ばっかしてた、小6で手間すごいね、手間だけして終わるっていうなんか生殺しのクレーンだったね、ご奉仕タイプみたいな感じで、すごいね、やり方わからんしね、だからおかげで手間めっちゃうまかった、なるほどね、生殺しのクレーンめっちゃうまかった、それでもだから今も手間だけど、今手間はね、いまだにやっぱ当時の手間ばっかり、やっぱ当時のあの手間ばっかしてる癖から変わってないのが、あの人差し指と中指だけの爪を切ってるっていう、恋をもずっとこうだと思うね、なるほどね、短かったら最近なんかそういうのあんだな、でもあれなんだよ、クレイ人差し指と中指ってことはこうなんだね、こう僕こう加藤隆スタイル、俺こうだな、俺こうだな、俺こうだな、あー俺こうだね、フィットしますもんね、トーマさんどうなんですか、僕もこうですね、僕もそう、え普通に普通に、え普通がどれの、え普通もこれっすよ、バーン、手だったんだ、手だったんだ、めっちゃ手入ってるやん、めっちゃ手いっぱい入ってるやん、こっち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 なんか一番実は気持ちいい、だからこの指ってそうなの、人差し指中指やっぱ一番そうなの、そうなの、でもなんか俺薬指神経通ってないか知らんすけど、あんま動かしづらいんですよね、そうなの、動かしづらい、へえ、しかも俺みんな見てこれ、俺小指ちょっと曲がってるのね、本当だ、小指ちょっと曲がってて、ちょっとどころじゃないね、結構曲がってるね、これでやればいい感じにフックして多分 G スポット刺激できるんじゃないか最近ちょっと思ってる、なるほどね、実際はまだしてない、実際は小指ではしたことないですけど、なるほどね、でも昔アホな時、あの足の親指女の子マンコ突っ込んだことあって、おーおー、どうだったどうだった、 AV の見過ぎるよ、あのただただ一言やめてって言われました、やめて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 って、なるほどね、ただ届かねえよ届かねえよ届かねえよ、おもろいな、お前どんだけ広いマンコしてんのお前、おもろいな、お前のマンコ見せろ、それはな、マンコのマンコ、ということで、ちょっとね、結構もうこういう切り方っていうことで、ってことでね、いつもこんなんなのか、今日ひどい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 、俺とリナさん、トークテーマがひどくなってる、トークテーマがないと見た瞬間、下ネタで走る、下ネタに走る、結局ね、じゃあちょっと後半戦って感じなんで、ちょっとじゃあ CM 一回いきますか、うん、はい、いきましょう、どうぞ、あと。一番弟子の悩みを聞いてくれませんか、何をどうしたらいいか分かんないです、一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ、お前を尊敬してる先輩は誰だ、もちろん五十嵐仁さんです、俺たちやっぱり伸びるから
そうっすね。あの一番終わったら止めてくれていいっすよ。オッケー、終わる前にやるわ。君が君が熱い恋をするな、世界で暮らしかいない。よっしゃ、いいね、いいよ。君が好きだよ、早く言わないと胸に溢れて張り裂けそうだ。何でもありなんだね。何でもありなんだね。何でもありなんだね。連れ出したいよ。これはデートなのか、答えも出ないまま歩きまま、で駅はもう目の前だけ。そういいね。クレーンエグゼクティブプレイヤーでした。これなんかマイクで喋るもんやな。あ、すごいな。あ、おもろいね。あ、おもろい、マイク。確かに。マイクで喋るもん。届きそうだしね。これはいいわ。カラオケを誰かに歌わすにはまず俺が歌わなあかんやろってことで一回歌ったんですけど。なるほどね。なるほどね。ってことで、素晴らしいね。ちょっと次、誰か。素晴らしいね。リュウカさんの服がデモンがちょっと当たってピッ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 って一人で言った。ピッピッいっちゃってるね。ピッピッいっちゃってるんだね。そこやっぱね、あの歌う馬といえばやっぱトーマさんなんで。やっぱね。ちょっと、一番だけちょっとなんか。需要があるんだね、もうね。一番だけ歌ってもらっていいですか、ね、何入れんので、意外となんか歌いやすかったっすね。ここのカラオケ。歌ってほしい曲をちょっと。あ、歌ってほしい曲なんかね、トーマさんに歌ってほしい曲みたいな、ね。ちなみに甘い歌声です。甘いっすね。甘い、甘い声。それでいけそうなやつ。で、甘やくばりゅうがさん聞かせてほしいな。俺もそうやな。そうなんかりゅうがさんも聞かせてほしいな。そうまは、そうまは絶対いらんけど。俺も絶対歌わないけどね。そうまは絶対歌わないけど。あれなんかすごく、なんか写真付きだった。なんか写真付きだすごすげえ。すごい、なんか写真付きや。すごいね。尾崎とか来てますね。すごいね。あ、でもめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。これ歌ったし、これ歌ったし。りゅうがさんも、だって。多分ね、スマップと嵐って書き込んだ人同じ人だぜ。間違いない、間違いない、間違いない。多分アイコン画像みたいなね。そう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 。見たら分かるやつや。いや、でも父さんなんかどうします？ね、どうしよう。みんな、みんなもうちょっとコメント、ちょっとあの歌ってほしい曲名みたいなあったら。確かにね。ぜひ。何でもいいよ。確かに。ちょっとね、リスナーさんのリクエストが通るかもしれない今なら。まあ、それかね、やっぱ18番にしちゃうからね。じゃあ、525のコメントの人のやつにしましょう。 520? うん、520。あと1つ、なにこれ、サブラ、なにこれ、ナイス、ナイス、コスモス、なにこれ。それか、北島三郎のサブちゃんの祭りでもいいですけどね。サブちゃんの祭りで、それ、うまさわかる？それ、サブちゃん、うまさ伝わらない、うまさ、それ、うまさわかる？もうそれだけ、あの、欅の神とかね、欅の神コールになっちゃう。欅の神言っとく。父さん、じゃあ、この人たちの欅の神もおもろいね。欅の神で俺ら飲むのもおもろいね。欅おもろいね。それもおもろい、シャンコやったな。ちょっとじゃあ、なんか何が一番好きでしたっけ、歌。ウーバーとかでしたっけ。いや、別に何でも歌えるけど、何すよっか。オッケー、さらっと。かっこいいね。何でも歌っけど。いいね。ちょっとね。じゃあ、スピッツにしよう。あ、スピッツいいっすね。いいね。スピッツいいっすね。とりあえずじゃあ。の、なんすか。何しよっか。スピッツ。まあ、やっぱロビンソンとか。そうだね。聞きたいですけどね。あ、でも来てますね、結構。でもなんかちょいちょい笑ってる子いるんだよね。別に笑うシーンなかったけど、笑うシーンなかったけど、あのマンコの話も終わってるから、笑うところ、笑いどころないからね、そんなに。じゃあトーマさん、スピッツに笑ってんのこの人たち。スピッツに笑ってんのもしかしてこの子たち。違う、あっさー、スピッツに、そも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 、そろちゃん、すいません、すいません。じゃあトーマさん、じゃあ行ってもらっていいですか。オーケー、リュウガさん、ちょっといいね。リュウガさんも行ってもらったら行ってほしいね。悩んじゃうねー、そこはみんな嘲笑ってるの、みんな嘲笑ってるの。ありがとうございます。でこのなんか待ってる瞬間なんかつきますよね、うん、
確かに確かに。じゃあ俺のアカペラで、アカペラで今ね、今日をいたけてよキャラバシェハイドに一番クソ遠い人間が歌ってるよ。ハイドに一番遠い人間が歌うよって、ほんまハイド歌ってほしかったの、ぶっちゃけトーマさんの。ああ、そういうのよかったね。その歌い方でなんかバーで歌ってたよね。おもろかったんだよ。あ、ってことで曲入りましたね。あとでスピッツのチェリーってことで。あ、いいね。ロビンソンじゃないんかい。いや、チェリーいいっすね。いや、ロビンソンにしようかと思ったけどな。あー、これいいっすね。あ、いいね。これリズムとか聞こえてるの、ね、これ盛り上がるか。盛り上がる、聞きたいだけだから、ね、やっぱ歌を、僕らの歌唱力がこんなものですよ、一回ちょっと紹介してみて。なるほど、ね、寿司を忘れないからやってください、ね、いや、おもろい。寿司を忘れない。おもろ。忘れない曲がりくねた道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂。うまい、いいよ、はい、いいよ。二度と戻れない、歌うまくすぐりやつ転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びをつぶめるほど抱きしめて。さすがー、もうめっちゃ絶賛っすよ。うまい、マジでうまい。あさってのラストも楽しいやー。あさってのラストもね、楽しいやー。いいやー。じゃあちょっと龍河さん、俺はあれやな、アフターでやー。龍河さん、あれやな、鼻歌ってほしいけどな、鼻歌っちゃえとね。鼻歌ってほしいけどね。おいおいなんだね、おいおいなんだね。龍河さんの鼻歌ってきたから次のターンやな。次の回やな。意外にシャイなんだ。意外と歌うもん、意外と歌うもん。次の回やな、それは次の回やな。なかなか聞けないからカラオケ歌うことになると思いました。次の回やな、完全にね。いや、よかったことすごい、なんかすごいな。普通に考えてトーマさんの後に歌いづらいわ。いや、やっぱうまい、さすがだね。さすが、すごい、ありがとうございます。うまい。トーマなんか昔音楽とかやってた？一応やってましたね。DJ っす、DJ。DJ っすね。楽器もやってたんで。DJ こう。ギターで。ギターとかやってたんだ。はい。それはすごいな。すごいね、やっぱり。ソーマなんか音楽のおの字もないもんな。いやいやいや。やってたよな。いや、やってたやってた。何？ジャンベ。どっちかって言ったら食の方だもんね。寿司握ってたでしょ。もうガチガチで。うん。そうだよね。寿司作るね。じゃあソーマウルトラソウル歌っとけよ。え？ウルトラソウル歌っとけよ。いや、なんでやねん。寿司ウルトラソウル言ってこと聞いてるから。やだわ。じゃあちょっと残りも5分ってことだ。早いだねー。早いだね。早いね。早いね。マジで。いや、多分5分もないと思う。最後どうする？最後もない。めちゃめちゃ早いね。最後はまあでも改めてやっぱね、あさってのことは言った方がいいんじゃないの。あ、確かに、そう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 、そういえばね、トモさん自身からちょっと。そうなんですよ、昇格祭があさってあって、まあちょっと来てくれた女の子にいろいろちょっと準備してるもんとかもあるんで、よかったら来てください。お願いします。はい、昇格祭ですよね。いや、はい、なんか収穫祭。収穫祭、収穫祭、間違いないけど。おもろいな、おもろいな。そういうとこさすがだよね。なんかちゃんとさ、あの来てくれた姫様のために何かを用意してるっていうのね。毎回なんかおしゃれなのありますもんね。まあこの前なんかカップケーキみたいなね。あ、そう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 。今回も可愛い。今回もなんかあるんで。なんかあるんで。楽しみだね。こんなもんとかね。こんなもんとかこれだろ。これはめっちゃ楽しみだね。こんなもんとかね。ほら。ちょっとなんか最後のコメントちょっと拾って。さあ。なっちゃん出てほしいね、確かに。なっちゃん出てほしいな。この時間来てないから。この時間まだね、寝てるから。この時間来てないし、しかも夏希さん一回出した時にクソもんなかったんですよね。あ、そうなんだ。伝説の回ですか。そう、もうそうなんだ。それをずっといじってる俺はもう。ライムさん寝たやつ。ライムさん寝とったしね。ライムさん寝てたんだ。そう、レイトさんとか。なんかまあ彼もちょっとリベンジはしたいと言ってくれてるんで。はい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 。まあいつかちょっと出てくれたらね。確かに。
大悟もね、大悟出てないの一回も。あのキャバクラいつ出てくれんの。いや、出ました出ました。出た一回目、第一回目。うんうんうん、第一回目出てからなんかね、なかなか出てくれんくなっちゃって、うん、そう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 、なんか相場ばっか出てるわ。いや確かに相場ばっか出てる。出させろもっともっと出させろ、出させろ出たいな。あ、しかもなんか用みたいなバック紅葉やんけ、俺が選んだわけじゃなかったから。わー、そういうことね。今さら確かに。すごいな、なんか相馬と服合ってるね。確かに、ね、確かに、ね、合ってる合ってる、紅葉しちゃってるんだ ね、 なんかね。トーマさん、ちょっとあの紅歌った方がいいんじゃないですか。また俺ここは優雅さんに歌ってもらうからね。優雅さんちょっと聞きたかったな。俺の紅、はい、紅っしょ。優雅さんで締めてほしかったな。最悪今からつかさ呼びますけど。つかさ呼びたいね。もう間に合わんすね。つかさ呼びたいね。あ、オッケーはまだ出てないんだ。あ、音やね。音やはね、出してあげたいね。ああ、一押しの、やっぱイケメンやからね。うんうんうん、ああ、音やね。カレンは？カレンも出てないな。カレン出てないね。確かに。カレン、出したいね。カレン出たら面白そうだな。うん、あいつが出たら変なアンチめっちゃ集まりそうやから。ツイッターってやつでしょ。あれそうだね。ツイッターあんまりあの、ルックス下の中ぐらいのやつがいっぱい集まってくるから。こら彼に出てほしいね。出てほしいですね。じゃあちょっとね。あと何分ぐらいあるんですか。あと1分ぐらいですか。おお、やばいやばい、あと1分よ。コメント生きたかったな。確かに確かに確かにね。あ、でも今日トーマさんほんま歌ってくれた話もんで。いやー、ほんとさっき強引に連れてきたけど。確かにすげえ強引だったよ ね。急遽すぎる。すごい渋ってたけど来た。もう1分前ですね。じゃあ次回ちょっと優香さんね出てくれた時にはそうやな。もう、まあ、次回はもうしっかりバチッと決めるわ。バッチリ歌ってくれるわ。優香さんの歌バチッと決めるわ次回は。そこはね。で、相馬はもう二度と出ることないってことで。なんでやねん。なんでやねん。かわいい。キャワウィーって言わせる。毎回毎回毎回、ね、毎回毎回オープニングで歌えばいい。オープニングで。いやでもこれなんかゲームもできるんでしたっけ。できます。すごいですね。それはおもろいね。話題止まった時にね次ゲームやってちょっと見てもらうしかないんで。確かに。でこれがね、じゃあまた営業ってことで、まあ多分今日暇そうなんでね。確かに。何でしょう。暇そうやな今日は。みんなでやってます。みんなでヘルマーロー。よしよし。あの3万で抑えてっていう、さっきあの5万いけよ。頑張ろう。なんとか2万あげよう。ってことで本当に今日は見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。結構特殊な回なんですけど、来週また見てください。ってことで一番すげえのはおっさんだよー。